電動解除選手権個人的復活候補霧隠れオロチ電動入りカードです。水文明6コストサイバーロード忍びパワーが3000、忍者ストライク7、相手のクリーチャーがアタックまたはブロックした時マナゾーンにカードが7枚以上あり、そのアタック中に忍者ストライクを自分がまだ使っていなければこの忍びをコストを支払わずに召喚しても良い。そのターンの割にこの忍びを山札の下に置く。出た時他のクリーチャーを1体選び持ち主の山札の下に置く。そのプレイヤーは進化じゃないクリーチャーが出るまでカードをめくっていって出たやつを場に出して残りを下に戻す。現在は 4C ディスペクター天文に採用されています。自分の使い終わったデドダムなどを生贄にクソデカディスペクターをワンチャンめくって勝つ。外れてもデドダムや100名程度は出てくるのでアドバンテージとしては最低限 OK でしょうみたいな使い方ももちろんのこと、相手ターン中にデドダムあたりを先制したら外野手だった剣ってやれば相手の打点が突然止まるみたいな事態にも。さらに忍者ストライクであえて相手を選択し無理やり踏み倒させることで外野手の召喚条件を満たすこともかなりの変態テクニック。ただし純粋なカウンターとして使う際には運悪く相手のスピードアタッカーなどが飛んできて死亡する場合も多いので何かとお騒がせなカード。殿堂入りした理由は不滅オロチというデッキで当時は本当に強すぎて意味不明だったのですが、今となっては帰ってきてもそんなに問題なさそうなような気もするけど4枚入れると確定で出したいカード出せちゃうのでさすがにやっぱりダメなのかな。超次元オア GR プラスオロチ4枚プラス出したいクリーチャーという構成が今許されるかどうか、個人的にはまあメタも多いしまあいいんじゃねって気もしてます。皆さんはどう思いますでしょうか。またオロチが帰ってくるとは思ってますでしょうか。僕は結構帰ってきてもおかしくないなと思ったりしてますね。やっぱただ解除するだけじゃなくて話題性も大事なのでオロチは結構そういう意味ではありなんじゃないかなと思ってます。ぜひコメントで意見をお聞かせください。それではまた明日のカード解説でお会いしましょう。